ベルギーの軍事。この項目では、ベルギーの軍事について解説する。ベルギー独自の武装部隊は、1830年のベルギー独立革命時に橋を発する。この革命において、10日戦争を通れ、ベルギーの武装勢力は大きな打撃を受けたものの、その後、フランス軍の支援を受け、戦争を継続する。最終的に1839年に、 ヨーロッパ列強間で交渉が行われ、ロンドン条約によりネーデルランと連合王国からの独立と中立国としての立場が認められることとなった。列強間で合意が持たれた中立国であるために、その中立性はよく守られ、不屈戦争などヨーロッパの戦争には参戦しておらず、侵攻も受けていない。第一次世界大戦直前の頃においても、ベルギーは、 中立国として、隣接した大国であるフランス及びドイツの双方に対応したものとなっていた。そのため、リエージ及びナミュール付近には、要塞軍が構築されており、徴兵も含めた、総兵員数は34万人に達していた。これらは、野戦軍と要塞軍で編成されていた。この頃の防衛方針は、要塞軍により地帯防御を図り、 列強諸国の来園を待つというものであった。当時カトリック国家だったベルギーには、新教国オランダとの対抗上、同じカトリックのフランスから、軍事顧問や、教官の派遣がなされていた。第一次大戦諸島、衛星中立国ベルギー王国国境侵入予定、時刻の12時間前、あらかじめ、ドイツ帝国政府は、ベルギー王国政府へ、最後通帳を発した。 その内容はドイツはベルギーへ国土侵入に伴って生じる損害の賠償をする宣戦布告はしない。それとの引き換えにベルギーはドイツ軍へ無害、無抵抗通行権を認めようというものであった。1914年8月2日。しかしベルギー政府と国王アルベール一世はこれを拒否した。ドイツ政府はこれに対しを求めたものの再度拒否されたためベルギー政府へ 戦線復刻し、ドイツ軍は8月4日ベルギーへ進行した。シュリーフェン計画では、ベルギー南西部とルクセンブルク南部及びドイツ領ラインラントに接するフランス国境内にあった重厚なフランス軍要塞地帯をドイツ軍は避け、ドイツ国内で発達した鉄道網を用いて北西に回り、ベルギー北東部から侵入して、フランス北東部低地平野を目指す。 フランス北東部定地平野は、パリが近く、古くから、フランスの、旧書と言われていた、篠田秀夫役岩波版、クラウゼピッツ、戦争論、ボムクリーが下官 P386、原書初版は1832年から1834年に、かけ出版。そしてパリ防衛に出たフランス軍主力を包囲し、海戦で早期に殲滅するとしていた。だがベルギーは、 最後通帳受諾を拒否し、このため両国は相互に戦線復刻した。国土に侵攻した優勢なドイツ軍に敗れたベルギー正規軍は国内の橋や鉄道及び電信線などを破壊した。このためドイツ軍は第一次大戦初頭では輸送は馬室に頼らざるを得なくなった。市街地の家屋やビルに狙撃兵を配置し眼鏡に交戦するベルギー軍将部隊をドイツ軍はここに 激破しなければならず、時間を浪費した。このことが、フランス軍に防衛上の余裕を与えた。シュリーフェン計画上、パリの早期陥落のため、フランス北東部定地ヒラノでのマルヌ海戦、1914年9月、で、ドイツ軍は必ず勝利しなければならなかった。だが勝利できず、シュリーフェン計画は硬着化した。多大な国府の損害と多数の死傷者を出しながらも、 徹底抗戦したのがベルギーの特色であった。ベルギー占領軍の軍政長官はドイツ帝国陸軍コルマール・フォンデア・ゴルツ元帥が就任した。海戦諸島、ベルギー軍はリエージュ要塞などで抵抗しドイツ軍の進撃を妨害した。まもなくドイツ軍主力はリエージュ要塞を突破しブルッセルを含むベルギー中部はドイツ軍の支配下とな。ベルギー軍主力は ブリュッセル北方、オランダ寄りのアントウェルペン方面に撤退したが、イギリス軍及び、フランス軍が、来園、8月23日モンスの戦いが行われた。マルヌの戦いの後、9月下旬に、ドイツ軍は、バ翼運動、海への競争を開始し、アントウェルペンへの攻勢を強めた。アントウェルペン要塞には、ベルギー軍六個師団がいたが、アルベール一世が脱出させ、 ベルギー北西部のフランデレン地方に到達、連合軍の戦線の延長部に陣地を構築した。ベルギー軍は、第一次世界大戦中、共愛だが、国土の北西領域を防衛し続けた。ドイツ軍へのベルギー軍の本格的反抗は1918年のこととなる。他に、ベルギー領、コンゴの植民地軍もドイツ領東、アフリカを攻撃した。大戦後に、 アルベール一世が死去すると、ベルギーの政策は中立主義に回帰した。独仏両国に対する備えを行っていたものの、第一次世界大戦の経験より、主に対、ドイツ向けの防備となっていた。この頃のベルギー軍は、有事の総兵力は65万人となっていた。1939年9月の第二次世界、大戦勃発以降も英仏との防衛協議は行われておらず、 マヤカシ戦争の期間中も中立を維持していた。1940年5月10日にドイツ軍の正方向性が開始されるとエヴァンウェマール要塞は突破され来園した英仏フッツ軍もドイツ軍の迅速な進撃と電撃戦の戦術競技不足による共同作戦の不調により撃破さた。国王レオポルド三世は5月28日に降伏を宣言した。 レオポルド3世は国内に泊まったものの、ベルギー政府の一部は亡命政府を結成し、また、ベルギー領、今後の植民地軍と国外在住のベルギーなどにより自由ベルギー軍が結成された。ベルギー本国は1944年に連合軍により解放されている。第二次世界大戦後は中立政策を放棄し、集団安全保障政策を元とするようになる。 1948年にドイツの再軍備に備えてブリュッセル条約が締結された。これにはベルギーのほか、イギリス、フランス、オランダ、ルクセンブルクが加盟している。1949年には冷戦の激化によりソ連を仮想的としアメリカ合衆国も加わった北大西洋条約が締結され、ベルギーもこれにより北大西洋条約機構。 NATO の一員となり、西ドイツ防衛兵力の提供を行っていた。1967年以降、NATO 本部もブリュッセルに置かれている。朝鮮戦争に際し、1951年より、ルクセンブルクと連合し、不評大隊を国連軍に派遣している。また、1960年のコンゴ共和国の独立に伴うコンゴ動乱に際してもベルギー軍が派遣されている。 このほか、国家憲兵としてベルギー国家憲兵隊が編成されていたが、これは2001年1月に連邦警察と地方警察に整理、改編されている。冷戦の終結に伴い、欧州域内における仮想的は消滅し、国際的な緊張関係は有していない。緊張緩和に伴い兵力を削減しており、一九九四年に徴兵制を廃止し、 2002年には軍を単一の統合軍としたが、それでも総人公費においては、日本の自衛隊に勝るとも劣らない、原有兵力、特に陸軍を有しており、有事への備えや、国際貢献などに資するだけの実力は持たしている。基本的な安全保障政策は、北、大西洋条約機構、西欧同盟や欧州連合との協調にあり、欧州合同軍にも、 部隊を登録している。このほか国際連合平和維持活動への協力も行っており、国際連合オルワンダ支援団にも兵力を派遣していた。ベルギー軍は2002年以降は単一の統合軍組織となっており、陸上部隊、海上部隊、航空部隊、医療部隊の4部隊で構成されている。北、大西洋条約機構や西欧同盟、 欧州連合などによる集団安全保障体制を基とした国家の防衛及び平和維持活動への協力など。名目上の総司令官は国家元首である国王であり国防省の監督を受ける。作戦指揮は国防大臣及び参謀長を通じて行われる。単一の統合軍組織となっており陸上部隊、ベルギー陸軍、海上部隊、ベルギー海軍、航空部隊、 ベルギー空軍、医療部隊、ベルギー医療部隊の4部隊で構成されている。兵員数は、現役約4万人、予備役約10万人である。平均年齢は40歳と高いものとなっている。軍の縮小再編は続けられているものの、多国間作戦能力の向上と機動性の確保には、注意が払われている。人員、約2万5千名。 陸上兵力の提供を行う、2個旅団及び一個空挺連帯機関。ベルギー軍地上部隊はかつて保有していた、レオパルト1戦車や M113、装甲兵員輸送車、M109 自走榴弾砲などの早期式、装甲戦闘車両をすべて退役させた。このため現在保有する、装甲戦闘車両は、ピラーや E やパンドゥール I などの装輪装甲車のみとなっている。 人員、約2500名。海上兵力の提供を行い、懲戒警備や総会を主任務としている。主要艦船としてフリーゲート及び総海艇を装備。詳細についてはベルギー海軍艦艇一覧を参照のこと。人員約8000名。1949年に陸軍より独立、航空兵力や航空輸送サービスの提供を行う。 ス -16 や C-130 などを装備している。人員約2 0 0 0名。医療サービスの提供や人道支援活動にあたる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。